はい、それでは本日もドラゴンボール回やっていきたいと思います。いやー、ちょっと今日は赤ずきんちゃちゃのブルーレイがまさか発売日前日に来るとは思いませんでしたね。まあ、結構いろんなところで24日発売なのが23日すなわち今日来てるっていう書き込みが X でもありましたけれども、そういうもんなんですかね。いや、ターゲットは2つ。しかし鉄砲でぶん殴るって孝太郎まかり通るの。天候じてる飛行じゃないんだからさ。自動回復量は地味にありがたいからな。太陽系こっちは行ってるってのはわかるけど、寄り道したらこういった敵が出てくるから実質的に経験値稼ぎになる。あのスナイプ攻撃はどっちかに、弾かけてボタンを押しといた方がいいな。
い、これでクリリンもレベルアップ。まだだったに、この仲間が来るっていう演出はありがたいんだよな。一瞬にして結構な経験値もらえるし、一瞬ではないけれども、しなびた人参。そろそろ人参の数を、全然だ。一回の分で99マックスで入れられるから、ガードできねえぞ。で、ここが次の場所。
1レベルぐらい上げといた方がいいかな。ボーの水しかし、なんだってこんなところに一人で来ようなんて思ったんですか？その気持ちはわかるが、俺に任せてくれれば。どうした、チョーズ？ペンさん、何か来る！
じゃあこれ付けなっちか。全員で。グラグラなってる時には。が、ああやばかったぜ。やっぱりランチ一人では危険だったよ。いや、実際戦闘力は差がありすぎね。まあ、よかったじゃないですか。これでヒアシンスの花も取れることだし、早くジングル村に帰って病気の子に飲ませてあげなくちゃ。そうだな。早いとこ引き上げよう。その前にここで取り逃したやつを取って。
フリーズナックル。通常状態に凍結しかしショーが終わるごとに装備が全部外れるんだな、こりゃ。凍結が付与するとは書いてあっても成功した試しが今のところないんだけどな。多少レベルが上がったおかげで少し確実に与えてるダメージは与えてるダメージというかかかるターン数が少なくなったな。ああ、初めて凍らせた。ヒアシンスの花で作った薬は準備はできたの？
早くこの子に飲ませてやる。いや、礼は渡せなく、こいつに言ってやってくれ。お姉ちゃん、どうもありがとう。メンチさん、照れてる。天津飯さん、これでヤムチャさんを探しに行くことができますね。なあ、早く神様の修行を受けてみたいしな。早速出発の準備をするか。ランチさんは？そうですか。あ、てな、今のうちに出発した方が。その方が良さそうだな。クリリン、ヤムチャの噂は分かってるのか？はい。ブルマさんが調べたところによると、自分のアジトに帰ってるそうです。よし。それじゃあすぐに出発だ。言ってあげるな、そんなこと。これでパーツ山を越えれればヤムチャさんのところへ行けそうですね。そうなの。しかし油断は禁物だ。この先は山賊やモンスターがうじゃうじゃいそうだからな。そうですね。棒の果実、まあ果実系はご飯に全部まとめて渡すから。弱め、ネモ豆、大豆、どっちで呼ぶんだろうな、これの分って。しかし、橋が治ってるってことは。どう考えても、天津飯からの方でない特利ができないってことか。飛べよな、Z 戦士なんだからよ。毒の腕は。どうしても150だもんな。
最後は冷凍攻撃によって死す。正直な、そろそろ帰るべきだとも思うけど、ちょっと回復させているか。やめた。ちょっと戻って回復させよう。何気に銭なくしての人参稼ぎは結構きつかった。最初ら辺で人参稼ぎはやめといた方がいいかな、やっぱと思って今で、場所も間違えたし、ただのキックでクリリンに200ダメージも与えれるウサギ団って一体。
待てよ。一体だけになった時に、凍らせたら。別に、攻撃する必要もねえわ。2ターンぐらいは勝手にそのままになってくれるんだから、防御して回復させるっていうのが手か。青髄石、亀と書いてあるやつですか。うん。これより東モンスターの巣窟であるドラゴン岩はあり、宝目当てにむやみに近づかぬこと。で、この状態になったら、何気に80回復させれたからな。キドリンクゼッツ、よしよし。やっとこの凍らせるやつの有効な使い方が分かったような気がする。
ここはあれ前の敵なんだな。ヤムチャさん、お久しぶりです。おお、みんな元気だったか。ああ、もちろんだ。お前こそ修行サボったりはしていないだろうな。当たり前だろ。前回の天界地武道会であれだけ悟空のやつに差をつけられちまったんだ。これ以上差をつけられてたまるもんか。それよりどうしたんだ、みんな浮かない顔して。悟空は一緒じゃないのか。それが、実は。なんだって、それじゃ悟空は。まあ、今あの世で修行してるというわけだ。なので僕たちも、神様の修行を直々に受けさせてもらえるそういうわけです。ヤムチャさんどうします。どうするもこうするもないだろう。もちろん行くぜ。よし、決まりだ。それじゃあ早速。このまま聖地狩りに行くのもいいですが、一度無天王様のところに顔を出した方がいいかもしれませんね。ヤムチャ様。細身のスーツがかけられている。他の二人が21に比べてヤムチャ15だもんな。おお、ようやくみんな揃ったようじゃの。ブルマそっぽ向いてる。ムタノ様、お久しぶりです。そんなことはないぜ。俺だってアジトに戻って修行を続けていたんだ。これから神様のもとに修行に行ってまいります。ほう、そうか。どうかされましたか。いやいや、みんな立派になったの。本来であればまず武士に戦いの大のじゃが、もう足などにはついていけぬわ。そんなことは。
いやいや、変な遠慮はするではない。神様の修行はここでの修行などとは比べ物にならんじゃろう。しっかり励めよ。はい、では行ってまいります。じゃ、とりあえずここまでにしておきたいと思いますと。では、失礼します。